はい、こんにちは、こんばんは、タカです。5月すごくこうドルが強かった相場だったんですよね。ですからまあ6月もこの強いドル、僕はひとまず見ていこうかと思うんですけども、ただ実はこのドル今年は全然動いてません。このあたりをまずは見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、日足に月足を重ねていきます。このあたりが2021年のスタートですね。2022、これが23年になりますけども、こうしてみると今年も全然動いていないというのがわかりますよね。ちなみにこの赤いライン、これが去年の最高値です。この青いラインが去年の最安値ですね。ちなみにオレンジが一昨年の最高値ですね。紫が一昨年の最安値になります。まあ、ですから、まあ、今年が動いていないというのがわかりますけども、去年は逆にまあすごく動いていた、まあ、動きすぎですね。今年は去年の高値安値の中の動きになっていますから、まあ、腹見足ですよね。方向感がないということになりますけども、まあ、去年これだけ動いていた、まあ、この相場がまあ異常だったということにもなりますけども、まあ、でも動いたのは事実なわけで、この動きに対してのまあ調整の動きが出てくる、まあ、これは仕方のないところだと思います。そしても今の現在地ですね、このレンジを見ていくんならそろそろ高値圏、今月も僕は強いドルを見ていこうかと思うんですけども、ただ上値が重い状況見えてきてしまうと、これレンジの高値ですからね、少しまあそこは気をつけたいところですね。5月はこうよく動きましたんでね、大きく動いてくるイメージは持っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、実はドルは動いてないんですね。これをまずはしっかり押さえておきたいですね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見てもまあこういったレンジが見えてくるわけですけども、現在地そろそろ高値圏ですかね。週足を見ていくと陽線が続いていますけども、今週は週足陰線になってしまいました。高値更新できずということで、まあ、来週からは調整局面を見ていくことになりますかね。そして流れが止まった場所はレンジの高値圏です。レンジの高値で上値が重い状況が見えたわけですからね、波の反転なんかもこれは少し頭に置いておきたいですね。ただまあ波の反転ではそれなりにこう時間かかりますんでね、ドル売りをすぐに見ていくというのは少し僕はまだ難しいんではないかなと。まあ、これだけ強いトレンドがあったわけですから、まあ、下がれば買いが入ってくるというのはもうこれはよくある動きになります。金曜日の動きなんかまさにそんな動きだったと思います。なので、まだまだこう強いドル僕は見ていこうかと思うんですけども、ただ流れが止まったのも事実ですし、今の現在地が高値圏なのも事実なんですよね。上値が重い状況が短期足で見てきた際には、上位足の今のこの環境は少し思い出したいところですね。現在地週足で見ていくとレンジの高値圏です。この6月相場に関しては、まあ、ドルは今レンジの高値圏ですというのは、まあ、常にこう頭に入れてトレードはしていくことにはなりそうですね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。これを踏まえて日足環境を見ていきますけども、この高値はやっぱりこう上値が重そうだと、これはもう上位足の環境からですね。ただまあ強い流れがありました。この動きに対しての調整局面をまあ見ているわけですけども、まあ、ちょっとこの波のサイズ感大事にしたいですね。相当大きなトレンドがありましたので、もし調整入ってくるんならそれなりのサイズ感にはやっぱりなってくるかなと思います。するとこの木曜日金曜日のこの動き、これちょっと面白いと思うんですね。まあ、月が変わったというのも大きいのかもしれませんけども、まあ、直近見えていた安値割ったんですね。まあ、この割った動きに注目していくなら、まあ、波の反転なんかも見えてきたかと思うんですけども、まあ、そうはならなかったですね。すぐに買い戻しが入っています。むしろまあこの辺りにサポートが見えたということになるんですけども、これ二通りの見え方があるかなと思うんですね。まあ、一つがこの大きな上昇に対してのまあ大きな調整レンジ、これで見ていくんならまあちょうどまあこの辺りがいいサイズなのかなと思うんですよね。金曜日のこの押しに関してもまあサポートが見えた、つまりまあレンジの高安が見えたということでもいいのかなと思うんですけども、もう少しこう小さな波を追っていくとこういった上昇トレンドも見えてきます。この上昇に対しての調整局面見ていくんならこういったレンジも見えてきますね。すると面白いのがこの木曜日金曜日の動きですね。ブレイクしたんだけども潰されたということで、サポートの強さが見えてるんですね。再びこのレンジが見えてきて、そして現在地はこのレンジを見ていくんなら、まあ、ここを安値圏ですよね。レンジの下から上まで買いが入っても良さそうな、まあ、そういった流れになってきています。まあ、さらにこう下を試してダメなら次はこう上を試すと、まあ、その結果抜けてしまうということもあるかもしれません。まあ、ここ強いトレンドがあるわけですからね、まあ、いつ高値を抜けてもおかしくはないと思うんですけども、ただ上位足を見ていくとこの辺りは高値圏です。まあ、そう簡単にこう抜けていくのかなと、まあ、このあたりが6月相場の難しいところかなと思うんですけども、ただまあはっきり分かっているのは、まあ、やっぱりこう下がれば買いが入ってくると、5月のこの強いドルというのは、まあ、ひとまず6月も見えているということですね。ということで、まあ、レンジの高値圏というのはこれ十分分かっているんですけども、まあ、それでも今のところまだチャートも崩れていませんので、この強いドルは6月見ていくことになるかなと思います。
そしてもうポイントは2つですね。1つがこの青いレンジの真下のサポート、これを下に割った動きに対してまあロングを見ていくのは少し気をつけたいと。もう1つがこの緑枠ですね。これを割り込んでしまったら直近の安値割りになりますので、波の反転も見えてきてしまいます。ドル買いを見ていく場合はもうこういった値動きに付き合いたくはないですからね。まあそのあたりをこう頭に入れてトレードはしていくことになりそうです。逆にドル売りを見ていくんならもこの青いレンジのブレイクですね、これがまず最初の仕事になってくるかなと思います。はい、変わりましてこちらが円指数になります。日足に月足を重ねています。これも過去2年ほどの値動きを見ていますけども、まあ売りの流れが強いですね。円というのは相当弱いんですけども、月足レベルで見ていけばもうすでにレンジ相場調整局面に入っているように思います。調整入ってきたのが去年の夏頃ですからね、まあ、ちょうどこの1年ぐらい経ったということになりますかね。ただまあそれなりのこう売りのトレンドがここにありましたんでね、まあ、これぐらいのサイズ感の調整というのは仕方がないのかなと。現在地は安値圏ですね。ただまあ売りのトレンドの安値圏ってまあちょっと難しいですよね。買っていく場合はもうこれは逆張りになってしまいますし、売っていくんならまあ安値圏ですからまあ少し売りにくいと、まあ、そういったところからも円に関しては少しこうやりにくい位置に今は来てしまったかなとは思います。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足見ていくと今週の週足、上髭つけた形になっています。安値更新こそしていませんけども、ただ大きな流れはこれ下を向いてますからね。弱い環境の中で上髭つけた陰線になっていますから、これは安値更新は十分これ、警戒が必要だと思います。仮にこう波の反発なんかを見ていくにしても、まあ、ちょっとこのサポートが見えてこないと買えないという状況にもなっていますので、まあ、円相場はこう円買い、見ていくのちょっと時間かかってくるんじゃないかなと思います。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。こういった環境というのを踏まえて、まあ、短期足、日足環境を見ていくと下落トレンドも見えてはいますけども、まあ、現在流れが止まって調整局面ですかね、レンジの形が見えています。本格的な円買い、もし見ていくんならやっぱりこう波の反転必要ですからね、レンジからのブレイクは必要になってくるかなと。まあ、これ下もそうですね、ブレイクしてしまったら下落トレンドの戻り売りがしっかり入ったということにもなりますので、まあ、これをロングで見ていくとか、まあ、そういったのは本当に怖さがありますね。ただまだレンジ内の動きですよね。金曜日に関しても強い円売り、これ大きな動き出たと思いますけども、ただこう高値を抜けたとか安値を割ったとか、まあ、そういった動きでは全然ないんですよね。どれだけ動いても結局まあこの中の動きである以上は、まあ、結局レンジですよねで終わってしまうんですよね。ただ今の現在地はレンジの安値圏です。さらなる売りが出てきて安値を更新してブレイクということになってくると、これはもうそうとも言っていられなくなりますので、まあ、来週はそのあたりはポイントになってきそうですね。週末円はかなり弱かったですけども、ただまだ安値は割れていません。決着がついてない以上は、まあ、ブレイクしてこなければ今度は買い戻しが出てきてもおかしくないですからね、この上がったり下がったりの動きに翻弄されないようにしたいですね。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。月末月初と、まあ、少しこうボラが大きくなってきています。ですからもこの強弱というのをしっかり見たいところなんですけども、特にこの豪ドルですね、これすごく週末強かったんですけども、今まではこう多少買いが入ったところで、まあ、戻りは全部もう戻り売り、まあかなりこう豪ドルって弱かったんですけどもね、ただ昨日はもしかしたら少し違うかもしれません。詳しくは豪ドルドルのところで触れていこうかと思いますけども、まあ簡単に言うと週足レンジ、3ヶ月ほど続いたこの週足レンジのブレイク失敗ということになってきそうで、これはちょっと大きな動きにつながってしまうかもしれませんのでね、これは来週も大注目だと思います。ただまあちょっとこう動きすぎというところもあってね、ボラが大きすぎますんでね、もう少しも落ち着いてはくるんじゃないかなと思います。これ来週節繰りの発表まで控えてるんですよね、なのでまだまだこうボラが大きな相場は続きそうですね。はい、変わりましてこちらがドル円の日足、月足を重ねています。5月の月足が確定しましたので、まあ、今の現在地、まあ、ざっくり見ていきたいと思いますけども、5月は陽線ですね、そしても陽線になった結果直近の高値、この辺りを抜けてきています。今年のまあ高値を取ってきたということですね、ただまあ去年の高値がありますんでね、まあ、そこまでこうインパクトある動きではないと思いますけども、ただまあ抜けてきたことによって波は見えてきますんで、この波をまずはしっかり見ていくことになりますかね。先月の高値を抜けてくる場面というのが今月どこかにはあるかもなと。あとは今年、作っているこの足場からのブレイクということになってくるんなら、まあ比較的結構大きな上昇トレンドのサポートが見えたということにもなるかもしれませんので、
どこかで、2回目の高値を試す形は見えてくるかもですね。まあ、こういった値動きというのはよくありますんで、まあ、しっかり見たいところですけども、ただここ150円とかですからね、まあ、本当にこの辺りを試しに来るのかどうか、この辺りはもう興味深いですね。そしてまあ気をつけたいのがこのブレイクしたてなんですよね。ですからこれ潰されたら嫌なわけで、今月ですね、6月潰される動きがもし見えてくると、まあ、再び抵抗も見えてきます。そうすると高値からの売りのトレンドにもなってしまいますので、今度は下に抜ける動きにもつながってしまうかもしれません。ですからこう売り目線で見ていくんなら、この潰される動きに注目ということにもなってきますかね。先月ブレイクしたてですからね、この位置から高値を取ってくるのか、それともこう否定されるような、まあ、潰される動きになってくるのか。まあ、今のところこうブレイクしているわけですから買い優勢で見ていくことになりますけども、ロング目線で見ていくんであれば、まあ、こういった潰される動きをしっかり頭に入れてトレードはしていくことになると思いますね。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。今週の週足、陰線にはなっていますけども、ただ結構下ヒゲつけてるんですよね。これをどう見るかはちょっと意見分かれていきそう。もともと高値を抜けてきている強い上昇トレンドというのを見ていますので、相場というのは強いんですね。相場は強いんですけども、ただ先週は高値を更新していません。この点を重視するんなら、まあ、調整局面を見ていくということになるんですかね。ただまあそうなると141円が今壁になっていますけども、この抵抗を抜けてしまったら、まあこういった根拠は崩れてしまいます。まあ一つの見方としては、この調整レンジを見ていくというのはもうこれはあると思います。ただこの下髭ですよね、底堅さも見えてますし、勢いもありますよね。このまま来週、再来週、この辺りで高値を抜けてくる場面というのはこれ全然あるんじゃないかなとも思いますし、こういった高値を抜ける動きが見えてくると、もともとこう相場の方が強いだけに、一回り大きな上昇トレンドというのも同時に見えてくることにもなります。まあ、注目すべきはこの高値を抜けるかどうかですね。ショート勢が苦しい状況というのは一切変わっていないですから、押す場面があるんであれば、まあ、一度はこう拾ってみたいなと思わせる動きだと思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。まあこのように上位足がやっぱりこう上の流れが今のところはやっぱりはっきり見えてるかなと思いますけども、その環境を踏まえて冷やし環境、やっぱり上昇トレンドがこのように見えています。今ちょっとこう押しが深く入ってきていますけども、まあ金曜日でサポートも見えた状況、冷やしレベルだと全くこう売りのトレンド波が見えてこないんですね。ですからまあ一旦はこの高値、目指す動きを想定ということになりそうで、来週もどこかでまあ高値更新はありそうですね。そのまま抜けていくということも十分これは可能性としてあると思いますので、まあ、相場は強いと買い場探しということになってはきます。なのでこう売り目線とかね、波の反転とかを見ていくんであれば、今回見えたこのサポートですね、138円の後半あたり、このサポートを割ってきてようやく下落の波、トレンドが見えてくるかなと思いますので、まあ、どこかで流れを一旦まずは止めないといけないですね。ただまあ金曜日はこれ高値引けなんですよね。すごく強いまま引けていますから、今のところはまだ止まったとは言えない状況だと思います。なのでこう売りを考えるんなら、月曜日ちょっとやれることは本当に少ないかなと。まずは抵抗をしっかり探さないといけないですね。基本的にまあ買い場探しでいいのかなと思います。あとはここに高安が見えてますからね、まあ、これをレンジと見ていけばいいのかなと思うんですけども、まあ、少しでも買いが入ってくるともう高値圏ですよね。買うためにはサポートも欲しいところなんですけども、金曜日はこう一方的に上げてきましたので、短期足見ても足はサポートがないんですね。まあ、個人的にはこれも少しやりにくい動きになってしまっています。買いたいのは山々なんだけども、なかなかまあ買う場所流れになってこないという感じですかね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。こういう統計が一つのきっかけでしたかね。しっかり買いが入って、まあ、足場もないまま引けています。まあ、勢いがあるまま引けているという感じですけども、このあたりの下落トレンドの戻りの高値でもありますので、まあ、流れが止まった場所、引けた場所というのはまあ少し嫌なところですかね。抵抗にぶつかって引けているようにも見えます。レートが140円ということで、まあ、キリのいい数字でもありますからね、まあ、多くの人が意識しているのかもしれませんけども、ただまあ冷やしを見ていけばこの辺りをレンジと見ることはできるわけで、まあ、このように買いが入ってくるんならレンジの高値を目指す流れは僕は意識したいんですよね。まあ、こういったところの動きというのもこれは週足のヒゲを作った動きにもなりますから、まあ、すごくこう強い流れが見えてますからね。僕ならまあこの高値を目指した買い、意識したいんですけども、ただそのためには超えないといけない壁がやっぱりここあるんですよね。これ超えてこないと下落トレンドの戻り売りという形も見えてきてしまいますんで、まあ、ショート勢がこの動きで諦めるかと言われると、まあそれも諦めないのかなと思いますんでね、まあ、こういった買い取りとの攻防というのはこの辺りが出てきやすくもなるのかなと。すごく強い流れがあって僕は買いたいなと思いますけども、買う足場がないですからね。こういった攻防で足場が見えてくると次のトレンドが見やすくなってくるかもですね。
ということで、まあ、月曜日ですかね、このすぐに買っていくとか売っていくとか、まあ、そういう流れではないのかなと。やっぱり調整レンジというのをまずは意識したいですね。高安の把握が大事かなと思います。把握すれば、まあ、高値から売る、安値から買うができますんでね。今どこが高値安値か全くわからない状況ですからね、まあ、そこがこう分かるようになるまでしっかり見ていくのが大事になるかなと思います。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD 10時間足に冷やしを重ねています。ダウ平均金曜日すごく強かったですね。まあ、こういう時で一段高はあったんですけども、まあ、朝から強かったですからね。まあ、この動きによっていろいろ見えてきたものもありますね。まずは下のサポートも、これは3万3000ドルしっかり効いているんではないかなと。まあ、少し抜ける場面もありましたけども、これはよりサポートの強さを見せただけかなと思います。目指すは直近の高値ですかね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。3万3000ドルというのは、まあ、日足のサポートだけではないんですね。過去にもずっと何度かこう意識されているラインにもなってきますので、まあ、相当やっぱり大事なラインだと思います。強い流れを見ていくんなら、これはもう割っちゃダメですね。弱い流れを見ていくんであれば、これ割ってこないといけないということで、まあ、わかりやすくブルベアの分岐点になっているかなと思います。今はしっかりサポートが効いてますから、まあ、するとまあ目標は直近の高値、もしくはその前の高値ですかね。まあ、このあたりをやっぱり見ていかないといけないかなと思いますし、まだ上げ余地もありますよね。売っていくような場面ではないかなと、買っていく場面かなと思いますので、ただまあ足場がないですからね。まあ、これはドル円なんかと同じような環境ですかね。まあ、こう買うための足場を探していくことになるかなと思いますね。はい、変わりまして、こちらが日経平均の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。この日経平均ものすごく本当に強いですね。今回この辺りで足場を作っていたんですけども、金曜日に高値を抜けてきました。まあ、つまり上昇トレンドがしっかり見えたということになります。高値を取ってきましたんで、今の現在地、上位足でも確認が必要ですね。はい、ということで、まあ、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足見ていくともずっと陽線なんですよね。本当にチャートを見ていくと強いです。高値抜けたのが2万8000円あたりですか。このあたりの抜けてからも一方的な上昇トレンド。もう3万2000円に迫ろうかというふうになっていますので、まあ、まだまだ強いですね。来週も高値更新は全然あるんじゃないかなと思います。まあ、ただこう上げのペースが早いとか高値圏とか、まあ、そういったのはもう当然ですけども、意識はされてくることになるかと思いますし、まあ、僕もそれを考えることですからね。ですから、まあ、こう買い場は慎重に、例えばこの辺りで買っていくのは僕は絶対ありだと思うんですけども、これって捕まっていいポジションではないと思うんですよね。なのでこう流れに乗っていこうと思うんであれば、しっかりこうリスクを限定して入る場所を探るということになってくるかと思います。まあ、相場は波ですからね、上がったら下がったりするものですけども、ただこの波っていうのはサイズが違うんですよね。大きな波のサイズになったり、小さな波のサイズになったり、今はすごく大きな波のサイズになっていて、まあ、どこまで行くかは分からない状況ですから、まあ、少なくとも来週に関しては僕はやっぱり高値更新を意識して、まあ、買い場を探りたいということになりますかね。ただその買いポジションというのは捕まっていいポジションではないと思いますから、まあ、サポートをちゃんと探して、割り込んだらしっかり逃げると、そのあたりはしっかりやっていくことになると思います。まあ、いろんなニュースなんかも流れてきてますけども、まあ、とにかくまあチャートは強いです。強いのに売っていく、まあ、寝頃感で売っていくというんですかね。まあ、そういったのは十分注意はしていただきたいなと思います。はい、変わりまして、こちらが金の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。金曜日ドル強かったんですね。ドルとの逆相関になりやすいこの金、やっぱり売りが入ってしまっています。これ自体はまあ仕方がないんですけども、結構大きな売りなんですよね。ただまあこの辺りをレンジと見ていますので、大きな動きではありますけども、ただレンジ内の動きに過ぎないと言われればまあ過ぎないですね。ただ今の現在地はレンジの安値圏ですから、ここからさらに、まあ、こんな大きな売りが出てくると、これはもう状況が全然変わります。まあ、安値圏ですから、こう一回買ってみるというのはありだと思いますけどね。抜けてしまったのは下落トレンドも見えてしまいますんでね、まあ、引っ張るようなポジションではなくなってしまいますね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。今週の週足がちょっとまあ嫌な形ではありますか。ただまあ十字線になっていますから、まあ、サポートは効いてるんだろうなというふうに思います。このサポートというのは過去の抵抗ライン、週足で見ていくとすごく綺麗なサポートラインにはなってるかなと思います。今のこの相場というのはこのサポートラインの上にレンジが乗っかっているような状況ですかね。まあ、レンジを見ていくなら今の現在地安値圏ですから、まあ、これを見ても一回買ってみるというのは面白いと思います。ただこれはあくまで週足のサポートにもなりますので、最終的な判断は週足終値ですね。来週の金曜日の終値で割れてくるのかどうかというのが判断材料ということになってきますので、関係者を見ていくと、まあ、一旦少し抜けてしまうみたいな動きはこれ全然ありえますんでね。金曜日なんかも強い売りが入っていますので、まあ、その点は少し注意はしたいですかね。ただこのように見ていくと分かるかと思いますけども、チャートはすごく強いですからね。サポートが意識されてくればまた買われる場面はあるかと思います。金は僕はまだ強いとは思ってはいます。これだけドルが強いのに踏ん張っていると見る向きもあるかと思いますのでね、このサポートがしっかり効いてくるかどうか、これは来週継続して見ていきたいと思います。
はい、ということで、まずはドル円ですけども、調整レンジが見えてきましたかね。高値安値が見えてきましたんで、トレード自体はまあやりやすい環境になりつつあるかなと。ただ問題が今の現在地ですね。この現在地だけがまあすごくやりにくい場所ですから、良いドンでやれること起こらすくないかもしれませんね。下に引きつけてのロングとか、まあ、上に引きつけてのショートとか、まあ、買っていくんならばこの辺りにサポート見えてもいいと思います。こういったサポートをまずは探すとか、この辺りを確認してからのスタートになってくるかなと思いますので、まあ、焦らず行きたいですね。はい、あとはドルインデックスですね。すごく大きな陽線が金曜日だったことで、まあこれは結構意見が分かれるところだと思うんですね。このあたりのサポート見ていくんならまだ安値圏ですし、レンジを見ていくんならまあ調整レンジという形も見えてきますけども、やっぱりこう下から買いが入ってるということで、上昇トレンドの形も見えてますからね。やっぱりドルは強いなと思います。ただまあ高値圏、このあたりがまあ難しいところですかね。まあ、抜けてくれれば分かりやすいんですけども、まあこのあたりをどう判断するか。僕はドルはまだ強い流れを見ようかと思いますけどね。ただまあ高値圏というのは注意はしたいですね。まああとは豪ドルですかね。この豪ドルがもう本当に最近よく動くんですけども、火曜日ですね、成績の発表を控えてます。まあこれもよく動いてくるんじゃないですかね。まあ、特にこの豪ドルをトレードされる方は、まあ、火曜日にも十分注意はしていただきたいなと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方に、リンクの方を貼っておきますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。